はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんマサデルにはですね、演出があるからっていうのがたくさんあるのをご存知ですよね。あの召喚ムービーであるとか、それからまあ発動した時になんかこうエフェクトがあるからとかが、まあ、いっぱいあると思うんですけども、あのその演出があるカードのみを使ってデッキ作ったら強いんじゃないかという企画をですね、毎回やってまして演出があるからっていうのは基本的には強いしかっこいいから演出があると思ってるんですけど、まあ、そのこの何条件に合致しないカードもたまにあるんだけど、まあ基本的には強いかっこいい、まあそういう条件のもと、まあその演出が追加されてると思うんですよね、基本的には。だから演出のみでデッキ組んだら基本的には強いはずなんですよ。はい、という、謎の机上論のもと、組んできましたバージョン 5.0 型、演出のみデッキ、大嵐とかがね追加されてまして、これ演出あるんですけど、この辺のカードが追加されてまして、なんかバージョン 5.0 までいけたので、デッキを作ってきましたというところですね。はい、まあ、先に問題点をご説明しておくと、演出のみデッキのシナジーがないんですねカード感に基本的にはシナジーがないんですよまあ、ある程度強いモンスターいくつかいるんだけど、別にそのこれとこれがなんか例えば相性がいいかというとそうでもないし、別に、まあ、クリカラ天童となんかそのニビルが相性いいかというとそうでもないじゃないですか。だからアタッカーっていうかデッキとしてあまりにもシナジーがなさすぎて、なんか引いたとこ勝負になるみたいなところがちょっとあるんですけど、ちょっとそこだけご了承いただければなと、はい、いうふうに思います。このデッキ使っていて、ダイヤ、2ぐらいから、ダイヤ5まで落ちました。はい、ダイヤ2からダイヤ5までいけるデッキです。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。うわ、微妙。まあ、微妙なハンドしか来ないんだけどな、このデッキ。今のところ5連敗くらいしてるよ。大丈夫？とりあえずトレードインだけマジで裏ら通して、ちょマジで頑張りやめて。おっ、危ねえ。よしよしよし、これはワンチャン勝負にはなる可能性あるな。ちょもなんかもうこれこのデッキシナジーが基本的にないからさ、デッキの中のカードに私勝ち試合とのきつすぎなんだけど、もう負け試合参戦でいい、マジできつい。あー普通に強いな、それ。なるほど、なんだこれは、あれかバロネスかなんか出てくるのこれ。あーなるほど、はいはいはい、あーなるほどですね。これイムセティな、これ盤面弱くないこれあれ、これはワンチャンあるぞ、これはワンチャンある。あ、ビッグフットきた。え、待って、これはこれ、ま、待って、最強コンボできるんじゃないこれ。このさ、世界最強コンボできる感じなんだけど、まずこれブラックホール打つじゃないですか。でこれバロネスで止めますよね。あ、そうですよね、バロネスで止めるんですよね、相手、お相手し。で、育ってきたら、あれ、モンスター効果使っちゃってるんで、これ、クリカラ天童で爆発させて、ウィーエイスウィーからの死者として、キュイー、お強そうだな、もらうか。アルティメットご都合ハンド、うわー、最強。相手のバロネスを蘇生してそれを演出あるのマジで熱いな、これ。一このまんま、いやこれ一回出たらこれワンキルできる、これ出たらワンキルある、これ出たらワンキル、うわ最悪、出たらワンキルあったのにバカが。いやわかる、出たらワンキルあったマジで、くっそしょうがねえか、殴るかバトル、うわ3000で2発殴って大げん。いやこれはいけるぞ、これはいける、いけるぞ。ってナンバすんな。いやてかこれバロネスの効果有効になってっから、これ あこれホルスパクればいいじゃん、これホルスパクっとったらいいよこれ。来たわこれ、やべ、ほぼ相手のデッキ3分の2相手のモンスターけど、ごめんなさいね。なんかエースのみデッキとか言って完全 NTR デッキやってるんですけど、これごめんなさいね。いやこれはいけるぞ、だってこれさ発動してこれもう無効してるんだこれ、こんなもん。いやこれ手札ないから大丈夫じゃね、別にこれ使わせるじゃないですか、これも別にスルーでよくて、持ってきて戻さないといけないから、ホルスの黒炎神が持ってこられて、はい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 、ガチでどうでもいいねおいきたわマジで、これはこれはきた、やばい、これ奇跡を目の当たりにしてる。アルティメットご都合ハンドル、これ
奇跡の勝利あるぞ。これってさ、え、なんか、なんか起きんだっけ。まあ、でもバロネスいるから大丈夫か。バロネスいるからいけるわ。ドゥアムテフリリースして、で、邪帝ガイウス爆弾効果発動。あいつのフィールドのカードを1枚ゲームから除外。なんか出てくんだっけこれ、確か。はいはい、いいよ。あ、もう、黙れ。黙れ、消えろ。強いこれは強い。来た、奇跡の勝利や。バトル、うわぁ、対戦ありがとうございました。シュー、ほっぷねー。ちなみにダイヤ5になったけどね、これで。うわ、微妙、あまりにも微妙だなこれ。エジルラーメン来た。京都ウォーターフロント、これどういうこと、どういうデッキこれ。京都ウォーターフロントからの翡翠エジルラーンからのエジルラーメン来て、でレベル10シンクロが可能。水属性縛り入ってるんですけど、これエフェクトベーラーもマジで見ないね。エフェクトベーラー何の意味もない。はい、で氷結界にいたらセーラー、うわ強そう。なるほど、これ氷結界で、氷結界必死デッキか。はい、どうぞ。まあエフェクトベーラーしかないんですけど、これエフェクトベーラーどこに当てればいいかっていうと、ほぼ当てるとこないみたいな話ありますね。ランセ、はい、でランセアは特殊召喚する、こっちは特殊召喚するとモンがモサ出てくるみたいな感じの効果になっていまして、ゲオルギアス、うわ強ない、ちょ待ってくれ、お前ハンダ強ないか。それはこれ撃つしかないね、撃つしかないんだけど、まあ、きっとこれ重心から2体並べられるんだこれきつきつ、なんだろうなこれ。ここ水縛りまだ入ってないから、あでこれ一応出すわ。あやめの双剣士ちゃん出して、でこれバロネスが出てきて、バロネス破壊するって言ったら、あそうか、出てくるのこれ。ランスヤでまた出てきて、うわーきっちゅーきっちゅー、あやべ、これ氷結界出てくる、これあれか、デッキからもしかしてこれ強魔章出てくるこれ、あやべいやじゃあ2枚ドローするか。えこれデッキからだったら自分は2枚ドロー、いや2枚ドローしよう、2枚ドローして可能性を見出していくしかない。ああ、ちょ、ワンチャンある、これ。これ、ワンチャンある。いや、ワンチャンあるぞ。マジで。これ、できればね、なるべく強いモンスター出してほしいね。なるべく強いモンスター出してもらって、で、冥王結界からのサンドボルトして死者蘇生するっていう。またこれ、ご都合ハンドするしかねえ。ご都合ハンドでしか勝てねえ。展開ルートとかないから、このデッキ。基本的にもうなんか引いたカードで頑張るしかないから。氷結界の強魔師の効果によってトークンがめっちゃ出て、でアリオンポス出てくる、なるほど、アリオンポスパイセン出てくる、でアリオンポスの効果によって魚族除外することができる、あしない、で京都ウォーターフロントの効果、怪奇怪獣ガメシエルさんを、持ってきていく、で氷結界の青鸞の効果発動して氷結界のモンスターを、デッキから出してくるという効果、いいでしょう。これによって、待ってこれ、ちょっと待って、これ魔法カード使えないっていうさ、地獄みたいなモンスター出てきたらこれ終わらない俺。あ大丈夫だ、連動しちゃった。これ魔法カード使えないみたいなやついるじゃないですか。氷結界になんかクソキモい、なんか手札氷結界ぶん投げるとなんか氷結界使え、あ魔法カード一切使えませんみたいな。あれほんま終わってて、マジキショいんですけど、なんかあれ出てこなかったな。エルジュリルギムリオ、OK。エジルギュミルが出てきて、で、アリオンポスの効果発動する、魚族を、持ってくることができて、フィッシュボーグハープナー。あー！なるほど！これでハープナーでガメシエル出すのか強っ、強くて草、何その最強盤面、やば。いや、でもね、これ意外とね、これ冥王結界派で黙りそうですね。やべ、これ冥王結界派でこれ黙りそうですね。これガメシエル君、魔法トラップモンスター効果何でも止めれるんですけど、まあ冥王結界派は止められないんですよね、モンスター効果では。この盤面を処理しましょう。まずは冥王結界派、はい、いかだってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ほんで、問題点としては、サンダーボルト打つと、氷結界のランセアが、なんか、効果反応して、なんか、氷結界モンスターが出てくるかことだな。つまり。まあ、これはしょうがねえ。サンダーボルトの効果発動する。で、サンダーボルトの効果、バゴーンで爆破されて、はい。
で相手のランセアの効果が起動して表結果が出てくる。でここで多分出てくるの多分あれ、あトリシューラー、いやこれそうやばい、ちょっと待って、これまあ破壊はするんだけど、待って、死者蘇生抜かれたら結構やばいか、ちょ死者蘇生だけ抜かないでマジで、死者蘇生を本当に抜かないでください、お願いしますマジでちょっと頼む、待って、氷結界のリュウトリシューラーはほんまにやばい、耐えろ、危ない、え、これもしかしてさ、これ死者蘇生でガミシエル蘇生したら最強なのでは、え、これ怪獣カウンター5個も持ってっけど相手やばい、これ激ヤバコンボ来るかもしれん、これ死者蘇生の効果発動して、ガメラを特殊召喚して、これガメラ君の怪獣カウンター取り除くっていう効果相手のフィールド上でもいいんでこれもしかしてるとこれ犯罪ムーブしてる可能性ありますから僕、はい、これ犯罪ムーブの可能性ある、行こう、あそっか目を警戒やか、エンド、これでなんとガメシエル君の効果が有効になっておりまして、相手が発動した効果すべて、無力化することができるといったところですね、はい、もしかすると勝ちましたかねこれもしかするっていうところ僕勝ちましたかねこれ、あスキルドレイン来た、なるほど、あんま関係ないな、ガミシエルからバトルフェイス、やべちょっと噛み合わね、ちょっとなんかアタッカー来てほしい、 2200B とか始まっている、カード1枚セットするか、無限ホイールみたいな顔してるとしよう、無限ホイールみたいな顔してるとしとけば相手ちょっとビビるかったもんこれ、うん、さあどうするウィッチクラフトゴーレムアレル全然仕事しねえ、びっくりした、で俺様のターン、ビッグフット行く、これビッグフット、いやこれ行くでしょ、5800、いやこれワンチャンあるでしょこれさ、ビッグフット、いやワンチャンあるでしょこれで5200だから、ここでなんか適当なモンスター引いたら、あいけるぞ、なんか下級引け、なんか600くらいあるやつ、あー今ではない、噛み合わない、1ミリも噛み合わないでも行くしかない、ガメシエルビートしても多分勝てる、いける、5 OK、 てか普通にスキドリかのビッグフット強いなこれ、スキドリビッグフットで勝ちやねんこれ、で、エンド、さあ相手もこれ絶望してるぞ、このパクられたガメシエルめちゃくちゃ絶望してると思うこれいけるぞ、頼む、もう諦めてくれ、やったー、よっしゃー、奇跡の2勝目きた、うわ神山ね、この冥王結界派とクリカラ天道よしみさん全然神山ないんですよね、じゃあワンチャンブラックホール止めてもろてクリカラするしかねえ、でもこれブラックホール止めてくれたらクリカラも参戦も起動できて結構強いかもしれないな、これワンチャンあるんですよ、ああやっぱ後手ってなんかワンチャンありそうに見えるんだよな、カードによってはなんだこのデッキ、じゃなんだこのデッキ見えてるカード意味不明だぞサモンプリスト強いな、それは強い、ちなみに何もねえから誘発よろしく、増殖する G にさ演出つけてくんないかなってずっと思ってるんですよね、増殖する G が演出がなくて採用できないんですよ、増殖する G さえなんかその採用できたらこの G 通ったらワンチャンじゃないですか、基本的に遊戯王ってで結構それはあると思って、レスキューヘッジョック来たわ、最強モンスターやんけ、レスキューヘッジョックの効果、デッキからなんか謎のモンスターが2体出てくる、あーわからない、ディナイアルガイ、悪の無名戦士、ちょっとわからない何これ、2体で悪の無名戦士、無名すぎて全然わかんないんだけど、陰謀か、はい、ああそういうことか、なるほど、まあ、それ強いな、陰謀かは強い、さあ陰謀かの効果でヒロイックチャレンジャーモーニングが、まあ、いつもの、ね、展開ですねこれね、イゾルデかなんか出てくるのかな、わからん、なんだこれ、デスペニでも出すんか、プロ騎士 F マジシャン来た、デスペニオン、プロ騎士 F マジシャンの効果発動、まあ、これフィールド上で融合ですね、はい、フィールド上で融合して、デッドリー、あれ、デッドリー以外か。デッドリー以外どうぞ。はい。デスペンじゃねえんだ。
ディアボリック行こうか。あー、ランク6ってこと？あ、ランク6ってことか。なるほど。デスティニーヒーローディアボリック界の効果発動して出てきてレベル6がモンスター2体でランク6ってことか。やばいな、マジで知らねえな。何がしてんだこの人。全然知らん展開されてて、ちょっとアポロウーサあパンツ見えたな。ではあ、ベアトリーチェ。いや、それはまあまあやばいんだけど、まあ、結構やばそうな動きはしてるんだけど、こっからこれ何が起きるんだ。ディアボリック界の効果、あ、ディアボリックじゃねえや、ベアトリーチェの効果、あ、トランザクションロールバック。えわからんわからん。ちょっと名誉結界打ったらワンチャンだこれ。名誉結界、あ、アルティメットスリー来た。永遠の宿女ベアトリーチェの効果、はい、自爆解放、ナイトメアデーモン。あ、やばいねあれこれ俺死んだ、こねくり回されたけど、俺死んでる。はあ、